こんにちは、島田です。今回は深くしゃがむときにかかとが浮いてしまう意外な原因とその対策についてお話をします。先日お会いした方からしゃがもうとするとかかとが浮いちゃうし、かかとが床についたまましゃがもうとすると後ろに転んじゃうんだよねっていうご相談をいただきました。これと似たような経験あるよって人もいるかもしれません。 また、バレエ教室の中には、こんな感じで前傾姿勢になるストレッチだったり、かかとをつけてしゃがんだまま骨盤と背筋を立てて伸ばしたりするところもあるんですね。いずれもこれ、かかとが浮いてしまったり、姿勢が保てないとのことでした。で、こういう話聞くとですね、これって足首が硬いせいなんじゃないのと思うかもしれません。確かに足首の動きは大切なんですけれども、これね、足首が柔らかい方でも、 かかかとをつつけててしゃががむのはは苦手っていううケースももあるるんでですす。ね。実一意外な原因が残ってるからです深くしゃがめない原因というのは足のけがを除くと次の2つになります。1つは前屈床に座った状態で体を前に曲げる動きができないことと足首を反る力、背屈力が弱いことこの2つがあると深くしゃがみにくいのでしゃがむ時にかかとも浮きやすくなります。 でこれを聞いてですね足首を反る力が弱いのが影響してるってのは分かったんだけれども前屈がしゃがむのとどう関係するのっていうふうに感じた方いると思いますそこでしゃがむ時に体の中でどんな動きがあるのか見てみましょうしゃがむ時は足首や膝、股関節が曲がることで体が下に下りていきますよねこの時転ばないように重心を前に移してバランスを取りながら 最終的に骨盤は後傾といって後ろに傾くことで深くしゃがむことができます。で、この時ね、骨盤の後傾のタイミングが早すぎると重心が後ろにずれて転んじゃったりするんですね。そこで、れ付きという奥の方にある背筋で骨盤が後ろにれ倒れないようにコントロールしてるんですね。で、ここの動作でポイントになるのは上半身を前に移動する動き、体幹の前屈と、 足首を反る動き、背屈、この2つですどんな影響があるのか順番にお話ししますまず上半身を前に移動する動きを見てみると股関節を曲げやすくしたり骨盤の位置をコントロールするのに関係してるんですね体幹を前屈する力が弱かったりすると股関節の動きが悪くなるのでお尻が下がりやすくなるため後ろにこのびやすくなっていきます 次に足首を反る動きを見てみると膝から下を固定して足首を反ることで膝と股関節がスムーズに動くのを助けてくれますまた骨盤の後傾は足首のフレックスが十分されてからスタートするので足首を反る力が不十分だと骨盤の後傾も早く起こって転びやすいんですよねそして重心が前に行きすぎて前に転ぶのを防ぐブレーキにもなりますつまり かかとをつけて深くしゃがみやすくするには前屈をしやすくして足首を反る力を強くしてあげるといいんですね。じゃあどうすればいいのか、ここまでの話を聞いて、まあ、その2つやればいけるんだったらやってみようかなっていうふうに思った方もいるでしょうし、いや前屈も苦手なんだよねとか、まあ、そもそも足伸ばして座るのも大変なんだよねっていうふうに思った方もいると思います。そこで今回は、 体が硬い方でも無理せずできるように寝ながらできるストレッチでこの2つの要素を強化する方法を紹介していきますでは具体的なやり方をお話しします仰向けに寝たら片方の膝を曲げてすねを持って抱えます次に抱えてない方の足のかかとを遠くに伸ばして太ももを胴体に引き寄せるんですね膝が顔に近づくイメージで動かすと股関節 と膝がスムーズに動いて太ももを引き寄せやすいですそして引き寄せた側の足首を反ったりつま先を伸ばしたりっていうふうに切り替えるのを3回から5回繰り返しますでこのストレッチするときはですねうなじを伸ばして背を高くしようとすると背筋が伸びて効果的にストレッチできます反対側も同じように行っていきますでもし余裕がある方は 立っってやった方が効果的です。片足で立って、すねを持ちながら太ももを引き寄せます。引き寄せた側の足首を沿って深呼吸をします。この時、抱えている側の足も軸足もどちらもすねの筋肉が使われるので、背屈力アップしていきます。また、この状態で後頭部を持ち上げると、体が引き上がるので姿勢バランスが取りやすくなるんですね。その結果、 股関節が曲げやすくなって太ももが引き寄せやすくなったり背筋が伸びて骨盤の位置をコントロールしやすくなったり膝が伸びるようになっていきますここでこれどっちも同じ動きだよねこの2つの違いは何なのっていうふうに思った方もいるかもしれませんこれどちらも深くしゃがみやすくするのに使えるんですけれどもしゃがんだ後の姿勢にね違いが出てくるんですね片足立つ方でやったやつの方が バランスがシビアな分だけ重心コントロール力がアップします。なので、かかとをつけてしゃがんだまま骨盤と背筋を伸ばすところまで行きたい方はあのこちらの方がおすすめですで。立ちながらやる方はちょっとバランス取るのが難しいな、グラグラしちゃうなっていうふうに思う方は寝ながらやるストレッチでもかかとをつけてしゃがむには十分ですのでそちらから試してみてください。ではまとめいきましょう。今回は 深くしゃがむときにかかとが浮いてしまう意外な原因とその対策についてお話をしてきましたしゃがもうとするとかかとが浮くとかかかとが床についたまましゃがもうとすると後ろに転んじゃうんだよねっていう問題これは足首が硬いせいなんじゃないのと思うかもしれませんが実は足首の動きの他に前屈ができない体を前に伸ばせないっていうことも影響しているんですね逆に 前屈をしやすくして足首を反る力を強くしてあげるとかかとをつけて深くしゃがみやすくなりますそこで今回はその2つの要素を強化するための対策として寝ながらできるストレッチを紹介しましたかかとをつけてしゃがむだけならこの寝ながらできるストレッチだけでもあのやっていただくとだんだんとやりやすくなっていきますでもし、 かかとをつけてしゃがんだまま骨盤と背筋を伸ばすところまで行きたい方は片足で立ってやる方のがバランスがシビアな分だけね重心のコントロールがしやすくなるんですねそれであのやりやすくなっていきます足首を取る対策としてはどちらも使えますので1日1回からでいいですからぜひご自身の柔軟性アップに生かしてもらえば嬉しいですここから先の内容は ちょっとマニアックな話になるのでメンバー限定でお話ししています。メンバー限定では深くしゃがめる差についてもう少し掘り下げてお話ししてるんですね。例えば重心コントロールのメカニズムだったり背筋を伸ばしたまましゃがむコツとか他にどんなアプローチがあるのかなどですね。概要欄のリンクにある先進療治ラボか YouTube のメンバーシップでご覧いただけます。また 今回の原因に出てきた前屈できない問題については、過去に調査で骨盤後傾するのをセルフで解消するプログラム、これ無料版でもありますので、そちらご覧いただけますし、もうちょっと詳しいことを知りたいよって人は、前屈をしやすくすることで柔軟性アップに生かすなどでも解説をしています。まあ、どれでもお好きなものをチェックしていただいてですね、ぜひ続きをご覧ください。以上参考になれば嬉しいです。 ここまでご覧いただきありがとうございました。ぜひ明日からのレッスンに活かしてもらえたら嬉しいです。またお会いしましょう。